それぞれのマスクに配置が決まっておりますので、そこにフォアマスク、メインマスク、水マスク、ギガマスクということで4本のマスクに開班というのは歩を吹くというんですけども、これからマストに登っていきます。今各マスト実習生が登っていきました。基本的には風上側の方の縄バスコから登っていきます。縄バスの方のことをシュラウドというんですけども、風上側から登っていきました。途中で反対側に移る実習生もおりますが、作業のしやすい方向から登って、最初は基本は風上側からです。これをほどいていく作業を上でやります。その様子をご覧ください。最新鋭の航海計器が積んであります。人工衛星を使って位置を求める機械も積んであります。機関室には最新鋭のディーゼル機関が2本の手、2本の足、この4箇所のうちどこか3箇所が、この縄ばしごに接触しているように降りてくるようにということで、2本の手をいっぺんに離して落ちてしまいます。